皆さんこんにちは。 OM を N 求めましょう。 OM ベクトルっていうのは M が C と E の中点ですから、2分の 1B ベクトルプラス C ベクトル、N っていうのは AD を3対1に分けた点ですから、 A ベクトルプラス4分の3個ですね。4分の 3B ベクトルってなります。続いて括弧に点 P っていうのは FL を S 対 G クエスに内分する点ですから、内分点の公式利用しました。 OF、OL をそれぞれ求めて代入です。OP ベクトルイコールグダグダ計算すると1軸2分の SA ベクトルプラス SB ベクトルプラス1軸 S の C ベクトル、まあ単に代入して展開しただけですね。で、続いての問題っていうのが MNP が同一直線上にあるときっていうわけで、同一直線上にあるときの公式 MP イコール K 倍の MN ベクトル、これを使いたいわけですよ。じゃあこの MP、MN ってまだベクトル求めてませんから、そのために MP ベクトル、MN ベクトル求めるわけですね。代入して計算しました。この値自体は OP は先ほど OM、ON は括弧1で求めましたよね。で、それを、こちらの MP イコール K 倍の MN ベクトルに代入して計算したいわけですよ。で、まあ単に計算するのはめんどくさい、代入すると式手間かかるので係数比較で考えました。 1-2 分の S ベク、1-2 分の S はこれに K 倍されるだけなのでイコール K、S-2 分の1ですね。イコール4分の1の K 倍。マイナス S イコールマイナスに K 倍してマイナス K です。値求めると S と K が3分の2というわけで、MP イコール3分の 2MN ベクトルっていう風になります。